To see you all here today. 今日はもう皆さんに会えて本当に興奮しています。Today, Darsana, Tokyo will become the biggest anomaly in the history of Ingress. 今日イングレスはですね、このダルサナアノマリーはイングレスの歴史の中で最も大きなイベントになりました。So congratulations to all the Ingress agents. イングレスエージェントの皆さんおめでとうございます。Today you will compete to determine if mankind will reach the Darsana point. 今日人類はですね、ダルサナポイントと呼ばれる時点に、到達するかどうかが決まります。これは世界線が変わるようなそういうポイントです。Yeah? We do not know what this is.But it is a place where certain hidden information about the universe may be revealed to us. 我々はまだこれが何を意味するのかを知りません。けれどもこれが何か宇宙の真理を我々に見せてくれるような何か情報が含まれているんじゃないかと考えています。So if the resistance win today, the XM signal will go out and the Nazir will be summoned.今日もしレジスタンスが勝利した場合は XM のシグナルが地球から放たれてネジールが地球に召喚されます。 The enlightened are fighting today to keep that signal from going out, to keep the Nazir away. もしもエンライテンドが勝利した場合はシグナルは弱まりネジールは遠ざかります。We do not know what the Nazir will bring to us. 我々はそれが何をもたらすのかを知りません。 So today, as you're competing to, I think the expression is cut the grass and empty the pond. Is that right? 今日皆さんは、日本でいう草刈り、水抜きをすることになるでしょう。I have two requests to ask of you. 今日二つ、お願いがあります。Please do not forget to notice the beautiful things in the city around you. お願いですから、この皆さんの身の回りにある美しいもの、都市の美しいものに、気づくことを忘れないでください。You're very lucky because I think Tokyo is one of the most beautiful cities in the world and it has many beautiful secret things to discover.皆さんは本当に幸運だと思います。なぜなら東京は世界で最も面白いものにあふれた、発見するものにあふれた秘密の多い場所だからです。And don't forget to notice the smiling faces of your fellow agents. 二つ目は、どうか皆さんの周りにいるエージェントの笑顔をですね、に気づくのを忘れないでください。One of the greatest joys of Ingress is to share an experience like this. Ingress の一番の楽しいところというのは、そういう体験をいろんな人たちと皆さんと共有できることですから。So compete hard, but please have a great time. ですから、激しく競い合って、そして楽しんでください。So thank you all for coming and for honoring us.By being Ingress agents. Thank you. ありがとうございます。そして来てくれてありがとう。そして、本当に皆さんと一緒にイングレスのエージェントになって光栄です。それではですね、両陣営の今回ですね、リーダーの方にちょっとステージに上がっていただいてですね、一言皆さんを鼓舞するようなメッセージをいただきたいと思います。それではじゃあまずそうですね、どうしましょうか。じゃあ。レジスタンスの方から。おはようございます。レジスタンスのアシュラズです。ここから見ると、とっても青の方が多いと思うんですけど、青の方。レジスタンス。ありがとうございます。ハンケさんからもありました通り、今日は3つのゾーン全部でですね、草刈りをやろうと思います。よろしくお願いします。それではですね、エンライテンドのリーダーの方どうぞ。
こんにちは。エンライテルの広田健司です。よろしくお願いします。確かに青の方が多いですけど、緑も元気がいっぱいですね。エンライテルの人、はい。もう一回、はい。はい、青の人も緑の人も今日はいっぱいこんなに人が集まると思いませんでしたってこともないんですけれども、でクラスターも3つに分かれ、本当に準備とか実際今日皆さん準備してきてこの場に集まってきてると思います。で何よりも、安全に事故がないように、あとイングレスっていうものに対していい印象を持っていただけるように、しましょう。で楽しんで、でエンライテル勝ちましょう。よろしくお願いします。あとデッドドロップを渡したいと思います。ハンケさん、プレゼントがあります。 It's a gift from Japan Enlightenダルサナの時に、広島のチームが作ってくれたもの、あとは横浜のチームで作ってくれてる、スワグと、あとは、千葉のチームで作ってくれている、スワグが入っています。でこれは日本中の各地域とあと世界の人が集まっているこのイングレスならではの楽しみだと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you very much. Arigato. Today I am neutral. But you must listen to Jarvis. でもジャービスの声は聞いてください。それではここで集合写真を撮りたいと思いますので、プレスの皆さん、それから撮影の方入ってください。それでは集合写真を撮りたいと思います。集合写真を撮った後はですね、皆さん戦いの場へお見えください。